はい、皆さんこんにちは、アーチでございます。ドラクエ6ですね、やっていきましょう。空が前にも増して暗くなってきています。まるでこの世界飲み込まれてしまうようですとね。まあちょっといろんな方と話してきてほしいと、話してきてほしいとか話してきてくださいねと、時間潰してね、大臣ギバーンさんがね来るかなと言われまして、うろついてるんですけどね。どうなんだろう、城下町に戻った方がいいのかな。いや多分、あそうか、一回まだいろいろあったよね。ちょっとブラブラしちゃいましょう。王子様お帰りなさいませ。王子様が戻ったと知れば王と王妃様はどんなにお喜びになりましょう。しかしお二人未だ眠ったまま置いたわしい限りでございます。さあさあ早く城の皆にその元気なお顔を聞いて喜びましょうぞというセリフは変わっておりません。あなたは王様が起きてくださらなくて困っちまうよ。一丁唐辛子のたっぷり効いたそうでも作って差し上げようか。もしかして王子様では、いいえって言ってみたら。そうだよな、あんた似てるけど王子様とはちょっと雰囲気が違うもんなと。王様が起きてくださらなくて困っちまういやいやと、もしかして王子様ではと。戻ってこられたんですね。こりゃ今夜ためきのごちそう作らなきゃと。あんた言葉にだわ左右されてるよね。雰囲気どこ行ったんだ。特に何も。あ、この人、あ、覗かしてくんない。覗かしてくんないな、これ。あー無理だな。よっしゃ、お、牢屋ね。げ、もしかして王子様、お帰りなさいませって、何そんなに慌ててんだい。あんちゃんがいなくなったっていう、なってたというこの国の王子様かい。へえと、あんたが戻ったということは、へえ、これは大臣の下番の顔が見ものだぜと。もうね、早速なんかありそうですね。よいしょ、おっとこっちからも出れるね。あ、お兄ちゃん誰。え、この国の王子ちゃま。嘘だい、王子ちゃまにはいっぱい遊んでもらったことあるもん。お兄ちゃん王子ちゃまとはどっか違うよ、私騙されないもんね。子供の純真無垢な瞳にはちゃんと映るんですね。で、これは、ああもう出ていくだけだね。さあ、じゃあ濁った大人のおじいさんと話しましょうか。目の覚めの半、覚めの半と。どうやったら王様たちはお目覚めになるのやらと。なんかあるかい。ないよね。あ、しまった、じいさんペースだこれ。抜かないと。うわ、小さなメダルを集めるといろんなものをくれる王様がどこかにいたらしい。しかし今もいいのか、それはなぜ。これ表でも読んだね。え、うっててててて、うん、特に変わった方がね。さあ、あ、そのまんまだねこれ。全然思い出せないわ。まあ、なんせ30年は行ってないか、二十何年ぶりだからね。絶対思い出せない。ひょっとしたら表と裏を行き来しながら行けないところを行くみたいなのがあるかもしれないね。なんかそんなあったような気がせんでもないんだよね。まあ微妙だけどね。王子様申し訳ありません。ああ、まだか、まだか。あ、何を言っておるのだ。お、トットム兵士長、王子様が戻られたというのを落としせるとは何事か。しかしゲバン様が、あ、構わぬ、全ての責任はこの私が持とう。さあ王子様、何とぞ一刻も早く父上母上様のお顔を。かっこいいねこの人。ありがとうね。おい、お、王子様お戻りになられたのですね。お帰りなさいませと。あ、誰かいるじゃない。おお、もう一体どうすればお二人を目覚めさせることができるのであろうか。わ、わからん。どうしてもその方法が見つからないのだ。お、王子様では、お戻りになるのをどんなに待ちわびたことか。これで大臣ゲバン殿の思い通りには。は、今のは独り言でござろう。聞き流してください。なんかあんだねこれもね。よかった、この私にもお声をかけてくださいましたね。遠目の王子様を見ながら、もしや私の前を素通りするのではないかと。そんな思いに駆られていました。やはり王子様お優しい人です。ううと、あ、あれがあるね、鎧が。あららららら、この鎧は持っていけないのね。
お、事情？あ、まったくおいとわしいことで、なんと言っていいのやら。ところで王妃様の上ごとを聞いたのいいえ。何や鏡鏡よと、このように眠っていられても身だしなみを気にするとさすが王妃様ですわ。それあなた事情わかんないもんね。お、絹のローブ。ちょっと待って、また絹のローブに手に入れたよ。これ難しいんだよね。ねえ、こっちの方が高かったもんね。ちょっと袋入れておきましょう。で、こっち見たよね。じゃあ王様、静かな寝息が聞こえる。どうやら深い眠りについてるようだ。深い眠りについてるようだが、時折上ごとなものが聞こえる。鏡よ、鏡さえあれば。お、あれ？ギバン様、王子様、大臣ギバン様がお戻りです。お久しゅうございます。淡路が帰られたとの知らせを受け、取り急ぎ戻りました。淡路よくご無事で、この国の大臣としてこれほど嬉しいことはありませんぞ。しかし王子、しばらく見ぬせいか何やら人が変わったような。何を言われるのです、大臣。この方はこの国王子に間違いありませんぞ。そういえば奇妙な噂を聞きましてな、城下町にふらりとやってきたみすぼらしい少年が町の防衛で貴族の服を買っていったという。大臣、その言いようはまるで王子が偽物だと。わしだって信じたいものだ。しかし今一つ確信が持てぬ。分かってくれるな、とも兵士長。王子、一つだけ質問よろし願いたい。もし王子が本物であるなら必ずや答えられるはず。確か王子には幼くして病気で亡くなられた妹君がいましたな。その妹君のお名は？ターニア、クラリス、バネッサ、セイラ。いや、もうこれターニアさんでいいんじゃない？王子？皆の者聞いたな。やはりこの村はこの国の王子ではなかった。本物の王子であるなら、あれほど可愛がった妹君の名を忘れるな。これ。忘れるのないはず。これ仕込みだな。トム兵士長、この席を後日と言ってもらいますぞと。兵士、この偽物どもをひったていんと。はっと、あらまあ。まあ、嘘言ってましたからね。あ、それでさっきの。あの子供とおばあさんが言ってたのはこの付箋なのかな。あのさっきの別の町でね、三なんちゃらでしたっけ、船で出る前の町でね、言ってましたね。嘘はダメだよ。あった。あ、さあ出て行けと。え、追い出してくれんの？てっきり普通は東国だよね。なるほど、ラッキーでしたね。さあ、じゃあどうしましょう。もう一度入りましょうか。何か話が動いているのかもしれないですね、城下町で。あら、旅の方ね、ここはレイドークの城下町よと。さあ、ワンワンワンと。ちょっと気になるのはここだっけ、おじいさんね。お、もしや王子様。そんなわけはないか。しかしよう見とる。もう少し小さかったったら、あの頃の王子様そっくりじゃっと。おうちのじい様、ああ見えても昔お城を務めていたんじゃよ。まだ小さかった王子様にじいやじいやと慕われてのあの頃が懐かしいなと。何なんだろう。はい、これは。あ、いやだいや、王様ご病気なの。ああ、大臣の下番がやりたい放題と。おお、誰か話を動かしてくれる方いないかな。王様は物差しから帰ってこられたら眠ってしまわれたのでは。それを勘弁。うん、これもね、変わんないよね。さて、この方も変わんないでしょ。王子様が帰ってきたと思ったら偽物だったさはね、なんだかわかりですと。あら、世界に、ああ、これね、まったく言ってね。もう何なんだろうね。マモの話を聞いたことがあるか、いい家にしてみましょう。あんた今どこのんきなやつだなと。あら、あら、あんた邪魔すんだね。ねえ、知ってる、王子様の偽物が押し抜けてバレて追い出されたんだって。追い出されるぐらいだったらほんとし、ラッキーだったよね。いやー、たまげたで、王子の偽物が出たって話だ。まさかあんたでじゃないだろうなと。これも素直に入っていってみましょう。だったらいいけどよと。あんたたちじゃないだろうな。
はい、だったらいいのかい？いい絵にしたら？ドヒャー、マジかよ。いくら似てるかって、あんたらじゃないだろうなって言われて、はいって言ってこのセリフになるんだとわかるんですけど、ね、あんたたちじゃないだろうなって、いいえって言って、ドヒャーマジかよ。いくら見ても、あ、これ多分、ミスだね。多分ミスなのと思いますよ。セリフ間違えてんね。ディですね。じゃあ、とりあえずブーメラン買っちゃいましょう。映画のブーメランね。はい、私が。はい、装備しましょうね。はい、ここ下がりましたよ。売りに来ました。私が、ブーメランね。はい。いいえと。で、買いましょう。で、ちょっと皆さんも、あ、やっぱ鎖鎌だなぁ。チェーンクロスはできません。鎖鎌ね。あ、いばらの鞭もいいのか。ちょっとミリウさんにね。あ、とりあえずね、ミリウさんの買っちゃいましょう。あ、下がっちゃった。そうね。売りに来てミレイユさんがブロンズナイフを売りましょう。売りませんよ。あ、違うわ。ハッサン売れたんだ。あ、ごめんなさい。ハッサンなんか持ってたよね。あ、うろこの鎧ね。しまったね、と。で、今度買います。鎖鎌だね。鎖鎌を発散が。今回の舞踏家は結構何でも持つんだね。お、かっこよさ上がったよ。で、次発散ね。2-7。はい。で、売りません。で、余ったお金で防具売っちゃいましょうか。もうお金だいぶなくなったけどね。鎖カタビラ。ハッサン1しか上がらない。怪我のマント持ってるもんね。で、聖堂の鎧。貴族の服持ってて、踊り子の服、聖堂の盾。あ、これはハッサンかな。はい。で、装備させてもらって、おお、かっこよさが上がってますね。とりあえずこれくらいで押さえておきましょうか。ウロコの盾ね。私、聖堂の盾どっかの洞窟で拾ったんだよね。あそこじいさんと会話してないね。入れるね、ここね。この国の王子様はの王様と王妃様の病気の朝に旅立ったのじゃ。じゃあ、それっきり行方知れず。そんなわけで、王子様の偽物まで出る始末じゃと。ああ、偽物の騒動の前に話すと会話が違ったのかもしんないね。どうと得なるないよね。これ、明らかに窃盗だよね。武器屋、あ、防具屋の、あら、茨の鞭買っちゃったのが。せっかく茨の鞭買っちゃったのに。あ、でも茨の鞭は、グループに攻撃できる可能性あるから、もうちょっと見てみましょう。あ、なんだ、勝手に店の中に入ってきちゃいけないよ、と。店の中に入ったところかね。盗んでいきましょう、ものをね。さあ。じゃあ、私たちは。あ、私は旅の商人ですが、商売からいろんな噂ね。おお、なんかいっぱいあるわ。え、他の町のこと、ここからずっと西に行き山沿いを南に下ったところに滝の流れ町がありましたな。こんな時代なのに町の人々はみんな親切ね。あれ一人だけ違ったか。教会に住んでるバースの家は変わり者で、あれには参りましたよ。はい。うわ、あ、間違えちゃった。あららら。あ、次はこれだな。魔王の方。魔王無道のせいで平和だった世界もすっかり変わってしまいました。みんなあまり言わないけど、心の中は不安でいっぱいだと思いますよ。あ、どうぞ。ラーの鏡のことね。ラーの鏡ね。おう、そういえば滝の流れる街で鏡の鍵がどこそこにあるとか。
そんな話を聞いておきますあと。いや、ありがとう。道具だったのかい。盗賊鍵持ってんね。金のブレスレット。あ、満月そうだ。あ、これだ。これ持っとかんと怖いね。いや、あ、とりあえずミレイユさん持っておきましょうか。満月そうはもう一個欲しい。ミレイユさんね。ケアリクまだないもんね。はい、やめましょう。あ、いやいや、違った、ごめんなさい。よいしょ。何か買っていただきましょうかねって。結構な商売人だね、あなたもね。金のブレスレットってなんだ？これ装飾品かな？わかんないね、これ。ああ、でも一応入れとくか。はい。あ、装備させてもらいましたね。金のブレスレット何だったんだろうこれ。まあいっか。さあ、じゃあね、次はその町だね。というわけでこの辺で終わっておきましょうかね。やっかいしちゃった。じゃあね、この辺でドラクエ6終わっておきます。どうもありがとうございました。